東仁江湖は北海道東部網走市と小清水町にまたがるキ水湖。面積は約900ヘクタール。網走国定公園に含まれる。ラムサール条約に登録されている。サスが発達した細長い砂丘によりオホーツク海から遮断されているが湖の北西端でつながっており、キ水湖となっている。湖の西側1キロメートルにはモコトコがある。 湖の北側、オホーツク海に挟まれたサスには、コシミ水原生花園が広がる。アイヌ語のトップに由来する。アイヌ語では、湖自体は、単に、と、すなわち、湖と呼ばれていたが、和人が、ここの地名を、湖の名称とした。湖岸の低地には、遠征出地帯が発達しており、中でもあっけしそうのシーズンには、多くの観光客が訪れる。 多くの野鳥が飛来する湖で、ガンカモ類は毎年6万羽以上が飛来する。その他オヒシクイ、オオハクチョウ、ヒドリガモ、ミコアイサ、ウミアイサは東アジア地域個体群の1%以上を支えている。オジロワシオオワシといった猛禽類も多く越冬する。日本では珍しい島アオジが繁殖している。近年では単鳥の繁殖が確認されている。 湖内には、モバも発達し魚介類の水揚げもある。環境省の2011年度からの参加年事業の一環として、自治体、観光協会、農協、漁協、専門家、住民によって特定エリアの立ち入り制限などを設ける自主ルールが策定され、2014年11月1日から運用されることとなった。2014年現在餌やりは禁止。 この湖では鳥に餌を与えることができる。元は地元の小学生が白鳥に餌付けしたことから始まったと言われている。餌は食パンの切れ端で100円で買える。渡り鳥が飛来する頃には多くの観光客が餌を与えている。しかし角の餌付けは基本的に自然の生態系を著しく乱すものであり、否定的な声もある。カキの養殖、 アサリの漁獲がある。故障性ニシンの増殖試験に地元漁業が取り組んでいる。ありがとうございます。